習いました。お、めっちゃいい匂いする。あとこれお気に入りなの。感動したの、マジで。うわ、すごくお世話になってます。大変だよ、キッチン付きのスタジオまた行くの。よいしょ、やっほー。皆さんこんにちは、小原の部屋へようこそ。今回は無印の、まあ、新商品もあったり、あとは私が普段使っているものを紹介したいと思いまして買ってきやした。で、本当は持ってきたいものいろいろあった。ベッドフレームも無印だし、棚も無印だし、キッチン用品無印の多いし、なんかいろいろあるんですけど、さすがにそれは持ってこれないので、あの木製ベッドフレームを使っているんです。足が外せるやつ、気になった方はぜひホームページ行ってみてください。はい、でいろいろ買ってきました。こっちは生活用品、こっちはまあ食べ物系もあるので、とりあえず今はここにバッて並べていきたいと思います。はい、並べました。すごいけど、お店からしたら100分の1にも満たないんじゃないかな。いやちなみに今着てるの何も言わなかったんですけど、無印の今売ってるパジャマです。最近だとフランネルのパジャマが出たタイミングなんですけど、フランネルのは去年買ったんですよ、グリーンのチェック柄ので。今回はちょっと柔らかい素材のレーヨン紺カットソーパジャマを買いました。これを着たら小原さんと同じパジャマで、お揃い。白いのもあったよ、なんか白地にちょっとネイビーっぽいラインが入った可愛いのもあって、白も買おうと思って母に電話しながら、え、パジャマ何色がいいかなって言ったら、あんたネイビーの方が昔から似合ってるからネイビーにしたらって言われて、はーいって言ってました。とか、なんか生活用品とか、あとは新商品もいろいろ買ってきましたので、サクサク紹介していきたいと思います。で、普段使ってるものなんだけど、まずこれ除光液。除光液って言うと結構きつい匂いがするものが印象的だと思うんだけど、これはね全然匂いしないの、あのきつい匂いしなくて、天然オレンジ油を使ってるから、ちょっとね柑橘系の香りがするから、あと爪が白くならない、だから爪に優しいので、女の子はぜひ、なんか香り気になったら嗅いでみて。ノンアセトンです。あ、そうだから、あのジェルネイルやってる人、まあ、ちょっと急遽上から塗らなきゃっていう人は、ノンアセトンの除光液使うと綺麗にマニキュアだけが取れるから、そのジェルの上から例えばベージュのマニキュアをポッて塗るじゃん、それで取るとノンアセトンのやつだから、ジェルネイルが綺麗に残った状態でマニキュアだけがスルンって落ちるので、おすすめです。全然除光液の香りじゃないですね。しないでしょ、除光液の香り、本当おすすめ、女の子たち食いついてます。であとはこれ、なんか SNS で話題になってお店から一瞬消えたって聞いた、日焼け止めミルク SPF30PA++、 普段使いできる日焼け止めミルク、あんまベタつき感もなくて、その形状がまずそうですね、うん、なんか玄関に置いといてとか、なんかハンドクリームぐらいの感覚で、うん、香りも最近の日焼け止めって昔ほどなんかザ日焼け止めって香りしないけど、気持ちいいです、とても。これ玄関置いて使ったりしてる。あとこっちもおすすめ、日焼け止めミスト、メイクの上から使えるって言うんだけど、私が使った使用感はちょっとなんかオイルを乗せたって感じがするから、なんかあんまなんか化粧終わった後仕上げしてるなんか化粧水とかあるじゃないですか、ミスト、ああいうのとはちょっと違うかな。だから外でほんと首とか、今だとまだ肌出してる人多いと思うから、なんかこの辺とか足とかやると、ここでやったらあれだよね。ちょっと、うん、気になった人はこっちもおすすめ。こっちはあ同じだね、30、あ PA++++ だからこっちの方が効果は高いのかしら。あとはこれも10年以上お世話になってる泡立てボールの台、私はこれで体を洗ってます。なんかこうつながってるのも売ってるんだけど、背中洗いやすいじゃん、でもこれで洗ってるから、あの腕の可動域がすごい行くようになった。全然これだけで洗える。これもなんか泡立てボールショーも売ってるから、なんかそっちで泡立てて顔を洗う泡作ってる人もいるだろうし、あと洗顔用の泡立てネットも売ってるから、すごい泡立ちいいからおすすめ。これは入浴剤、薬用入浴剤、
フローラルハーブとハーブシトラス。ちょっと時期によって入浴剤売ってるもの違ったりするんだけど、もう昔からあるのはミルクとか、ミルクの入浴剤も今も売ってるんだけど、あえて今回はこっち持ってきた。本当にハーブのいい香りしたりして癒されるので、単純に私が香りがすごく好みなのでこっちを今日チョイスしました。金木犀の入浴剤すごい人気で、すぐ売り切れた印象があります。なんか聞いたことある、うん、今はあんのかな。いや、もうないと思うんですけど、これも長く売ってるホホバオイル。多分いろんなお店でホホバオイル出てると思うんだけど、この量入って890円はなかなかないんじゃないかな。なんか他にもこういうタイプのオリーブオイルとか、なんかいろいろあるのね。でそのオイルによってそのしっとり感っていうのかなが違うから、これはなんか肌の保湿、まあマッサージとかも使えるんだけど、マッサージメインのオイルとかも売ってたりするから、お店行って気になった人はテスターで試して自分の肌に合ったものを選んでいただけたらと、すごくおすすめです。これはもう多分中学校ってことね、高校から好きで持ってた。無地スタッフの時もこれの商品並べるのすごい好きだった。多分透明好きだったんだろうね。こうやって並べてロゴがこう前に来るようにこうやってやってた。今思い出した。これね、最近出たネイルケアオイルは前からあるんですけど、ラベンダー&オレンジの香りっていうのが最近出たらしい。気になって買ってみました。ネイルオイル売ってるんですね。そう、筆になってて、ここ後ろくるくる回して。お、めっちゃいい匂いする。これはね、筆箱とかいろんなポーチに入れれるから、あんまベタベタしない。あと広げた時香り違うかも。肌にのせるとやっぱ香水と一緒で、うん、いい香り、いい香りですね。ベタベタしない。最近ネイルオイル割と男性の人も使ってる人多い。保湿すると本当にささくれできにくくなるから、今言ってたけど男性女性問わず使える。お試しあれ。これちょっと、これ本当に普段使ってるので、タグがない。これも割と今年入ってから売ってんのかな。ポーチなんですけど、マイスマホ綺麗にね入る。でも私は iPhone13 だから、今の最新のやつのがぴったり入るかちょっとわかんないんで、お店で試してみてほしいんだけど。あと後ろカードが入るので、なんかクレジットカードとかスイカとか入れてこの場で済ませられるように結んだりして使ってます。これはすっごいおすすめ。いろんな色あったよ。黒とベージュとグリーンと、あともう一色あったから、これもすごい気に入りです。あとは今日ちょっと持ってくるの忘れちゃったけど、ベージュの革でできたお財布も使ってます。あとはもうこれいっぱい買ってる。竹割り箸20銭入って99円。お家にお客さんが来たりするので、それぞれに分けて、あとなんか取り分ける用の箸、まあ、これだけ入って99円だから、毎回行くとこれ3つぐらいまとめて買って、普通の木でできた割り箸よりはなんか竹でできてるものだとなんか抵抗なく買えるっていうか、すごいお手軽だなと思って、とてもこれもお世話になってます。あとこれお気に入りなの、シリコンでできた四角い氷の製氷機。これ普通に氷作るのもいいんだけど、私ここにコーヒー入れるんですよ。でコーヒーの氷みたいにして、でなんか3つぐらい飲みたい時入れて、で牛乳入れて溶けるとよりコーヒー味が増すし、でこれこの前うちに愛香さん来た時にやったら、なんでこんなおしゃれな氷出てくるんですかって言われて。でもやってる人結構多いかも。これもすごくおすすめです。お試しあれ。あとは多分今日買ってきてないけど、4個作れる丸い氷が作れるシリコンのやつも売ってるから、あっちもあっちの方がよりおしゃれになるかもしれない。これもお世話になってる。ウレタンの3層スポンジ。確かに3層ちょっとわかんないよね。これ本当に使いやすい。まあいろんなスポンジ使いやすいのあると思うんだけど、私はこれ本当にお世話になってます。多分20回ぐらい買ってる気がする。なんか歯ブラシとかスポンジとかって気づくとあっという間に1ヶ月ぐらい使ってたりするから、私結構割とスポンジはすぐ入れ替えたりしてて。お試しあれ。これは新商品なはず。消臭機能付き繰り返し使える除湿剤。これすごいいいのが消臭機能ついてるから、まだ私使ってないんですけど、靴の中にそれぞれ入れて使ったりもできるらしくて、ここにね穴開いてるんで、ハンガーに通してそれでなんかクローゼットとか入れておけるらしいんですよ。いろんな使い方できていいなと思って買ってみた。あ、書いてあるわ。靴の中に入れる、ハンガーにかけるってそのまま書いてある。ほぼ半永久的に使えるらしいですよ。使用量の目安、靴箱1個、タンスの引き出し1、2個、衣装ケース、
の場合は2個、1袋で10個入ってるみたいだから、ご家庭に1個あったらいい量なんじゃないかな。これみんなで試してほしくて買ってきたんですけど、ちょっと食べ物なんですけど、コーヒーいっぱい売ってるの無印で、紅茶もいっぱい、お茶系もいっぱい売ってるんです。ちょっと持参しようと思ったんだけど、数えてみたら15種類お茶があって、やめようと思ってこれは個包装になったドリップコーヒーなんですけど、カフェインレスとかダークテイストとかミディアムテイストとかいろいろあるんだけど、これを買ってきた理由が、まあこれはあの殴り合いの争奪戦してこれをプレゼントしたくて、コーヒー入れたてのあったかいホットのコーヒーの上に蓋みたいにしてこれ置いて、ふにゃふにゃになって美味しいやつ、この前やったらとっても美味しかったです。ケーキみたいな感じの美味しい、キャラメル好きの人は多分たまらないと思う。あの人数分買ったので、どうぞ。すいません、ありがとうございます。どうぞみんなでお配りください。ありがとうございますで、これはずっとある商品です。カードケースダブルって書いたんだけど、カードケースもいろいろ売ってんだけど、アルミとかでできた。なんでこれ買ってきたかっていうと、 SNS で最近ちょっとだけ話題になってたんだけど、こっちは全部バカって開いて、こっちはここだけ開くんですよ。そう、真ん中に壁があって、こことここ最近ちっちゃいカバンが流行ってるから、ちっちゃいカバンに急遽合うなんかこうお財布っていうとなかなか難しいから、こっち側のポケットの方にお札入れて、でこっちに硬貨入れて、でミニ財布としてあのちっちゃいカバン、やっぱなんかいいブランドのカバンとか ちっちゃいの多いじゃないですか。それに忍ばせて使ってる人が多いみたい。これ1個いくらだったかな、多分ね200円台だった気がする。いい使い方するなと思って、カード以外にも使い方があるんだと思って。カードも入りますもちろん。財布とカード分けてる人はこっちはカード専用とかにしてもいいと思う。あとはなんか絆創膏入れてる人とか、お薬こっち側に入れてるとか、いろんな使い方してる人いた。これ文房具コーナーにあるから、気になった人はぜひ。これはあの個人的に欲しかったので買いました。シリコンでできたターナースプーンと調理スプーン、あの全部がシリコンでできてるタイプもあるんだけど、この取っ手の部分が木になってていいなと思って買ってみました。卵焼きを最近作ってるんですけど、放送事故になる感じなんですよ今。母に相談したら、ちょっと広めの平たいものを食って入れると作りやすいよって言われたら、これが見つかりまして、ちょっとこれで頑張ろうと思います。お披露目するかは、はい、大変だよ、キッチン付きのスタジオまた行くのこれも新商品なの、かさばらないポケットホルダー。何かっていうとね、こうゴムで留めるタイプなんだけど、中がこうなってて、大きめのジップがついてるのが4つと、小分けになってるのが4つあって、推し活してるあなた大きめのアクスタをしまいます。そして小さい方のポケットには推しの缶バッジがしまいます。あと最近流行りのステッカーとか入れれます。公式でもそうやって紹介してました。推し活に優しい無印になってきたよそれに似たやつで、今度こっちはさっと開いて一覧できるカードファイルってやつと、さっと開いて自立するっていうのがあって、感動したのマジで。ちょっと紹介させて。これさっと開いて自立する方はこうなるの。まあこれ今タローンってなってるんだけど、つぼみとあれつぼみです、つぼみですあとはなんかちっちゃめのタイプと、あとポストカードが入るタイプのもあるから、なんかポストカードコレクターの人もいいと思うし、あとはまあステッカーとか、あとはちっちゃめの写真とかも入ると思う。感動したのがこっちで、私初めて広げる。うわ、すごい。あー、ブロマイド入るか。12ポケットです。おー、ブロマイド12ですね。あら、あ、そうです。あ、じゃあそれ用？それ用。それ用です。違いますなんかもう一個買ってた大きさ違い。あ、カードでもいいと思うよ。あ、これも同じ。こっちは15ポケットみたいで、さっきの方が12ポケット。推し活に優しい無印となっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみて。ざっと食べ物いくね。いつも飲んでるのがチャイ。これも大好き。なんか大きめの無印行くと結構自販機あるよね、無印のドリンクの。私好きってもう言ってるから飲んでる方もいるのかな。あとはこれ、梅入りべっこう飴。甘いのとしょっぱいの両方楽しみ方。
たい方はぜひ。これも結構前から売ってる。あとは最近インスタに上げてたんですけど、パンケーキ作ったの。これ私素人なのでこんな写真のようにはできませんでしたでもふわふわになる、本当に。もちもち系です。あ、もちもちした。がっつり甘いってわけではなかったから、合わせるものによってなんか楽しめる。バターを置いてシロップかけたら普通にパンケーキ、ホットケーキみたいな感じでも美味しいし、なんか朝食みたいになんかベーコンと目玉焼きにしても美味しかった。お試しあれ。なんかお店行ったら SNS で話題ってポップが貼られてたよミルクケーキ、これも前からある。これは私も好きだし母の好物なんです。スタッフやってた時に、あのバイトか終わったんだけど、なんか買ってくって言ったら、ミルクケーキ買ってきてって言われて、よくこれを買ってました。みんなで後でシェアします。ホワイトチョコがけいちご、最初はねこれしかなかったのよ、ホワイトチョコで。今これの他にも、あともう一個、普通にチョコレートでコーティングしたやつもあるんだけど、この宇治抹茶のは私が働いてた当時は期間限定だったの。だけどもう定番化したんだね。ストロベリーチョコのも気になったんで、気になった方持って帰ってください。あとこれも好き、グミチョコレート、美味しいよこれ本当に。食べてみて。あとレーズンヨーグルトチョコ、無印のじゃないんだけど、おばあちゃんのいつもお菓子箱にレーズンチョコが入ってたから、なんかそれきっかけで好きで。なんかねレーズンチョコ以外にもある、クランベリー系のやつかなもあるので、お店行ってみてください。すごくお世話になってますスルメシート、おつまみ系もいっぱいあるんで、お酒好きのあなた、あなた顔が見えない、マネージャーぜひ。あとは新商品なんだけど、ノンフライのトマトスナックとトウモロコシのスナック、アルファベットみたいになってて、まだ開けてないから中どんななのか分かんないんですけど、子供と一緒に食べても楽しいのかなって。あとはなんか映えそう、なんかトマトスナックの方はなんかおつまみにいいらしい。ぜひお召し上がりください。あと最後はこれ、期間限定シリーズ、本当にねさつまいも切ったみたいな、さつまいもクッキー、焼き芋ペーストを生地に練り込み焼き上げました。バターや卵を合わせてさつまいものコクを引き立てました。もう食べたくなる文章ですねあとこれ、この前アフレコの休憩時間に食べたスイートポテトケーキ、ちゃんとお芋ゴロゴロ入ってる、これも美味しかった。あとこれ、ハロウィン近いからかぼちゃのマシュマロ、これよく見るとちょっとかぼちゃっぽくなってるの、一個一個。かぼちゃパウダーを練り込んだ優しい甘さが特徴。今なんか ASMR でマシュマロをあえて焼いて食べてる人いるよね。あ、別に ASMR じゃなくても美味しいと思うからなんかね、見たのが串に刺して水飴かけてコーティングしてなんかパリパリって食べてる人もいた。私はそのまま食べるそう、秋限定の商品もあるので行ってみてください。多分ハロウィンを越したらクリスマスシーズンのお菓子とかも出てくると思うので、ごく一部ですがこんな感じでした。服はこれ完全にいつも本当に着てるから商品紹介とかじゃなく関係なく買ったんですけど、ハイネックの長袖 T シャツ1490円。私タートルネックが苦手なんですよ、あんまり首が長いわけじゃないから。だからこのハイネックのこの高さっていうかがちょうどよくて、あと重ね着しやすい、とっても。黒と白を買って、他にもなんかボーダーの柄とかもあるので、お揃いにしたいって人がいたらぜひあとはね、あった、すごい、プリキュア。後ろもなんか違うから、後ろはそうやって見るんだにもいいかもね。表にしか柄がなかったら表裏で入れてもいいと思う。推し活楽しんでください。あとは私がもう働いてた時からあった暮らしの備え、いつものもしも、このね冊子が多分どの店舗にもあると思うからぜひお手に取ってほしい。日本はいつ地震とか災害が来てもおかしくないって言われてる国なので、なんかこうやって7日間のストック、食べ物とかこういうのがあったらいいよっていうのが書いてあるんですよ。だから別に買ってねっていうわけじゃなくて、これだけあるといいよって紹介だから、でそれに合ったような商品は、無印に売ってるから、これを見ながらお買い物してもいいと思うし。前キット紹介しましたね。そう、キットをだいぶ1年以上前かな、紹介したと思うんですけど、こういうのも見てなんか
かやっぱ地震とか災害に備えるっていうのもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ無印行ってみてください。ということで今回はここまでとなります。またぜひ遊びに来てください。バイバイ。